今度は、お隣韓国とオーストラリアが何かバチバチやってんな。あれ？日本と韓国じゃなくて、オーストラリアが揉めてるの？日本と韓国は政府同士が常に揉めてるが、今回は韓国とオーストラリアのメディア同士が揉めてるって感じだな。そうだね。オーストラリアのオーストラリア戦略政策研究所が韓国が進めている、軽空母プログラムについて税金の無駄遣いだと批判したんだ。もちろん、こういう批判を受けるとプライドが高く気が短い国民性のお隣韓国はブチ切れだよね。オーストラリアこそ無駄が多い装備の調達をやっていると猛反発して、この論争バトルに発展したんだ。別によ、よその国が勝手に言ってることなんて無視しとけばいいだけなのにな。本当に韓国は揉め事が好きだよな。これまでだってそうだったじゃん。自分たちは他国を批判するのに、自国が批判されると目の色変えて怒り出すよね。それは国民性としか言いようがないよね。日本メディアというものは、自国は褒め倒して他国を批判するもんだからね。それを真に受けて、揉め事に持っていくあたり韓国らしいよね。中国とアメリカには、何言われても聞こえないふりしてるけどな。確かに。今回は、この韓国とオーストラリアの揉め事を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国がブチ切れた内容は、ASPI オーストラリア戦略政策研究所が発表した。必要のない空母の調達を試みる韓国という記事なんだ。これは15年ほどアメリカの航空宇宙産業関連メディアでアジア太平洋方面を担当してきた、ブラッドリー・ベレット氏が執筆したもので、そこにあなたが韓国人でないことを感謝すべきだとまで書かれていたんだよ。ここまでこき下ろされて、プライドの高い韓国人が黙ってるわけがないよね。そりゃあ、なかなか痛烈な批判だな。韓国人全員を敵に回すような記事だ。でもさ、今の時代なら空母を保有するなんて当たり前のことなのに、なんでそこまで批判されたんだろう？ベレット氏の執筆内容を詳しく見ていくと、朝鮮半島は非常に狭く北朝鮮から祖国を守るためだけなら、陸上基地からの航空カバーで十分だから、空母を海に浮かべて、F-35 による航空カバーを別途整備するのは税金の無駄遣いと指摘してるんだよね。北朝鮮以外の周辺国に対応するためだとしても、ミサイルや潜水艦の攻撃に弱い空母を狭い海域で運用するのはナンセンスだ、とも指摘されている。簡単に言うと、韓国に空母は必要ないのに、なんで無駄なお金使ってまで空母必要なの？頭おかしいの？ってことだよ。いやいや、そこまで言ってないじゃん。大丈夫ですか？少し考えましょうねぐらいでしょ。いや、まあまあどっちも言い過ぎだからね。実は、韓国政府だってそれくらいのことはわかってるはずなんだよね。なのになぜ多額の費用をつぎ込んでまで、空母を必要だとしてるのか？結局のところ、やはり行き着くところは国民性って話になるんだよね。韓国が空母を欲しがる本当の理由は、民族の潜在的な欲求ってこと。え、どういうこと？日本に対するライバル心ってことさ。海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化を進める日本への対抗策ということだね。日本を出し抜きたいというナショナリズムを利用して数十億ドルもの税金を虚栄心を満たすためだけに、空母につぎ込む無駄な軍事プロジェクトを進めてるってことなんだよね。要は日本が空母化を進めてるから、こっちも負けられない。本当は必要ないけど負けたくないから買ってしまおう。ってことだね。なんとも韓国らしい考え方だよな。どうしても日本にだけは遅れは取りたくないって考えなんだろうね。さらに記事にはこんなことも書いてあったよ。韓国は空母に国産レーダー、国産の垂直発射装置、国産のシウスなんかの装備を新たに自国で開発して、空母に採用しようとしている点で、入手可能な装備を再発明することで飛躍的に何かが向上するわけでもないのに、わざわざ国産化を進めるのは、テクノナショナリズムでしかないと切り捨てて、この記事を読んでいる読者が、軍事プロジェクトに多額の税金を投入して、無駄にする韓国の国民でなくてよかった、とまで書いていたから、それは韓国側は怒り心頭だよね。ベレット氏もなかなかの怖いもの知らずだよな。こんなこと書いたら韓国民が何するかわかんねえぞ。この国民は未だに1世紀近く前のことで日本に因縁つけて絡んでくるような国だからな。一生恨まれるぞ。怖いベレットさん絶対韓国には行かないでね。この記事に対して韓国の反応はどうなんだ？韓国のメディアは、あなたが韓国人でなかったことを感謝すべきだという記事は韓国人を怒らせるには十分だ、と語り、ベレット氏が韓国の軍事プロジェクトに噛みつくのは彼の祖国オーストラリアが100兆ウォンもの税金を投入して防衛育成産業に失敗したためで、新興国の韓国が2兆5000ウォンで国産空母を調達したことに嫉妬しているだけだ。
とベレット氏の記事に対して反論したそうだよ。え、いつも日本に嫉妬して難癖つけてくるくせに。韓国がこんな指摘をした理由としては、オーストラリアは、防衛産業育成を通じて、製造業の立て直しを試みたんだけど、コリンズ艦の性能は期待外れで、オーストラリア海軍にとってイージスシステムを初めて採用したホバート級駆逐艦は、韓国の駆逐艦より小型なのに調達コストは 2.5 倍と高価で、スペインの設計を有用して建造したキャンベラ級強襲揚陸艦は F-35 運用というオプションを想定していたけど、本当に F-35 を導入するには大規模な改良が必要になってしまい、事実上空母の調達に失敗したからだ指摘したんだよね。入手可能な装備を自国開発することは無駄でテクノナショナリズムと指摘された件に関してはどうなんだ。その件に関してもオーストラリアは防衛産業育成に失敗したため武器の国産化に関する利点や波及効果を経験したことがなく理解できないのだろうとこれも激しく反論したんだ。お互いかなりバチバチだな。韓国人はプライド高いからな。いつまで経ってもこの論争はおらやねえぞ。本当にその辺にしといた方がいいよベレットさん、と言いたいところだけど、さらにベレット氏は韓国の KFX は21年前に開発された FA-18EF ブロックの再開発に過ぎず、国産軽武装ヘリコプター LAH は、軍の需要だけでは成立しないため、同一機体で民間需要にも対応するため妥協しただけの産物だと、またこき下ろしたんだ。もうやめとけって、いつまで経ってもおらやねえぞ。別に韓国とオーストラリアの問題だからいいじゃん。日本は関係ないんだしさ。実はこの記事には、日本のことも書いてあるんだよね。マジかよ、日本にもベレット氏は喧嘩売ってんのか?なんて書いてあんだよ。日本にもコストがかかり正当性を疑うような国産兵器プログラムがいくつもある、と韓国に対してほど痛烈ではないけど批判されてるのは間違いないよね。ちょっと、と思ったが日本人はこの程度の批判なんて相手にしないけどな。勝手に言ってろよって感じだな。正直、他国の安全保障上の決定にオーストラリアの国防戦略に特化したシンクタンクが、ここまで過激に噛みついて批判する必要があったのかは謎だよね。他国の軍事評論家の話では、ベレット氏が所属する ASPI の運営には、オーストラリア国防省からの資金が流れ込んでいるから、アタック級潜水艦プログラムに集まっている不満を散らす目的で、今回の記事が作成されたんじゃないか?なるほどな。自国への不満を他国を非難することでてそれは韓国のやり方と一緒じゃねえかよ。確かにそうだね。どっちもどっちってことだね。でもこの論争は、これからも大引きそうだよね。日本は関わらないようにしとこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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